はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、TH コンプリーターさんからお届けしたいと思います。久しぶりです、ティコンさん。ちょっとね、いろいろGS さんのですね、動画を撮っていたりとか、あとは、ま、別のちょっとイベントの動画があったり、ま、いろんな、ところにちょっとね、あちこち出向いていて、なかなかここに帰ってこれなかったんですけども、本日はここからですね、行きたいと思います。で、こみ、撮影用アカウント、ついにタンホール10になりました。おめでとうございます。いやおめでとうってわけでもないんかもしれないけど、結構やっぱね、今、タンホールを上げるための資源狩りだったり、施設の、育ちがめちゃ早いですね。まあ、なので、サブアカとかをね、作って、10まで上げるにしても、僕多分9とかって、まともに資源狩りなんか全然やらなくて、このポンプとかから出てくる、まあ、こういうのを取ったり、まあ、クランゲームでちょっとね、頑張って、ミッションこなしたりするだけで、約4ヶ月かな、ぐらいで、もう壁もほぼほぼ塗り終えてっていう感じになったので、タンホール9ですね。感想までほんと早いですね。ぜひぜひ、いろんなアカウントね、作るには今、いい環境なんでやってみてもらえたらなというふうに思うんですが、本日のお話は、スパビズインビジブルですね。これがね、うまくいかないの。本当僕うまくいかなくて、マジでビジブれないんですよ。でね、ちょっとね、今日動画合計4本見てもらって、2本成功、2本失敗です。で、まずね、メダゴグさんのプレイを見てほしいんですけども、これ、スパビズインビジブルで、ここの部分ですね、シングルインフェルの、あとはクラン城じゃないわ、タウンホール、この辺をバツンバツンに折っていくんですね、こんな風にガツンって。で、これっていうのは、もう典型的な、インビジブルの呪文のいい使い方で、タウンホールをやっぱね、降りながら周辺の施設を、壊していく。で、さらに、これ、空飛んだらスーパーガーゴールも、倒しちゃいましたよね。こういうことができちゃうっていうのが、何せこの、スパービズインビジブルの強さだと思うんですよ。で、それを存分に今発揮したアタックになったんですけども、でもね、最終的には、これ、ほぼほぼミスなんかないんですけど、ギリギリの体力で、前回まで持っていくっていう感じになります。で、まあ、今回だから、自分が言いたいのはですね、この戦術マジでぶっ壊れていて、どんな村でも楽勝で やれちゃうぜっていうのは、多分ね、トッププレイヤーだから言えることなのかなっていう、本当にもう世界のトッププレイヤーだか、達者から言えることなのかなっていうところだと思うんですよね。まあ、それ言ってしまうと、いや、それどんな戦術でもそうなんじゃないですかって思うと思うんですよ。で、実際僕はその通りと思っていて、どんな戦術でもそうなんですよ。トッププレイヤーが使ったら強いんですよ。で、その中でも、このスパウィズ・インビジブル・ドラゴンっていう戦術は、汎用性がめちゃくちゃ高くて、応用が効きやすいですよっていうことだと思うんですね。これって、似て非なることなんですけども、どんな村でも簡単に全開できますじゃないと思うんですよ。言ってみわかりますかね。今回このミダゴグさんのアタック、今見てもらってどうです？どこに失敗があったっていう感じじゃないですか。ほぼほぼ完璧なプランと完璧なアタックだと思うんですよ。呪文の使いどころとかも含めて。だけど、最終的にはこんな感じの余力なんですよね。ほら、結構際どくない？ドラゴンはもう一匹もいなくて、スーパーガーゴイルもここで落とされないのかな？落とされるのだよね。で、アーチャークイーンがなんとかクロークを解放して、行くのかな。いや、まあ、解放しなくても行けたっちゃ行けたか。うん。まあ、こんな感じの糸の残り方。まあ、ウォーデンと、あれよね、クイーンだけっていう感じじゃないですか。なので、アドバンテージがすごい取れる、そのスパビズインビジブルができる相手を見つけられた場合、こういう体制の中で、もうそれはぜひ使った方がいいと思うんですよ。今のミナゴクさんが攻めた村みたいに、明らかにここ、相手のタウンホールがあって、クロスがあって、で、インフェルノがあって、おまけにオデンゾまであって、で、対空砲も折れちゃって、で、まあ、安いパー、これは、まあ、今のドラゴンにはあんま関係なかったかもしれないけど、まあ、これも折れそうな場所にある。っていう場合には、ここに使うっていうのは本当にありですね。これ、もしもイエティとかだと、ここら辺は壊せるんだけども、こっちまで壊せないんですよね。多分。まあ、イエティにどうなんだろう、クローンかけりゃいけんのかな。でもまあ、うん。まあ、そんな感じだと思うんですね。壁の中だけイエティは頑張れるっていうのが、まあ、基本的なイエティの効果範囲なんで。まあ、その壁を越えて、壁の中に打っても外側までこう
チェーンで壊してくれるっていうのが、まあ、スーパービーダーのいいところですよね。だからそれを使って、ある程度区画のところを広めにこう、ぼやっと見て、あ、すごいなんか主要な防衛固まってんな、ここに一発かましたろかいみたいなね。場合っていうのは、ね、そこに使うのがベター。だけども、そうじゃないケースっていうのがね、結構あると思うんですよね。で、これ、たくさんのアタック見てもらいたいと思うんですけども、これね、僕見た感じ、ほぼほぼプレイに、その、なんていうんですか、ミスってないと思うんですよ。で、ただ、これスパビズインビジブル使うんですけど、どこに使うかっていうと、上側なんか使いにくいですよね。タウンホールも真ん中にあるから、ちょっとここにも到達させにくい。で、どこにやるかっていうと、ここに打っていくんですね、ここに。で、インビジの呪文2発でやっていきます。レイジを落としてからのインビジですね。タイミング完璧。で、インビジの呪文の中に、透析を入れてないので、透析も多分折りたかったんじゃないのかなと思っていたんですけども、ちょっと残念ながらギリチョンで折れずっていう感じですね。はい。で、そのまま、ドラゴンたちを展開していきます。ドラゴンたちをこの面から出していきますね、ここから。ダート出していって、ここがもうカットできてるんで、ここにグーッとタンホール側にこう向かっていくイメージですね。キングとクイーンに関しては、この外周をカットさせていくというイメージで、ドラゴンたちのルートをこう限定してタンホールに向かわせていきます。非常に綺麗な面作りになっていると思いません？ドラゴンはちょっと一瞬ここで捕まってますけども、まあまあその後は、ほぼほぼ束になって、まあ、このドラゴンはちょっとね、短期になっちゃっているものの、うん、中央にもドラゴンの束が向かってますよね。完璧なサイドカットに僕は見えました。で、ロイヤルチャンピオンがここから対空砲を邪魔なのを壊して、さらに、ドラゴンたちがタウンホール側に、寄り道せずに向かうような形を作っていってますね。中央タウンホールをしっかりフリーズで固めたところで、ヒールを焚いて、で、ドラゴンの体力を回復させながらタウンホールを突破、爆破ダメージもヒールでじわりじわりとこう回復させながら最終核を狙っていくという感じなんですけども、ここですよね。このシングルインフェルノゾーンにまあ向かっていきそうなところでちょっとドラゴンが若干こっちにそれます。まあ、これはどうなのかな？ここまでカットさせたら、多分もう、こちら側の三条方面カットしなくてもいいと思ったと思うんですけども、まあ、実際ちょっと行っちゃいましたね。これがもしもまあ、まっすぐこっちにこう向かっていってくれたら全然違ったのかもしんないけど、まあまあ、シングルインフェルノの後は、まあ、投石機相手のアーチャークイーンと、たくさん、最終盤に、越えなければいけない壁があったので、そこでドラゴンがちょっとばらけちゃったっていうのが、まあ、うん、少し、辛かったところかな。でも本当に惜しいですよね。あのアーチャークイーンもこんな感じで見り残りっていう。で、なんで、なんて言うんですか。攻めの中でほぼほぼミスはなくても、こういう結果っていうのも多分出てきちゃう。まあ、そういうクラスの強さの戦術なと思うんですよ。だから何度もいいんですけども、絶対どんな村でも、楽勝全開取れる戦術ですっていうわけではきっと多分ないだろうなというところですね。で、自分もですね、実はこの戦術って、どれくらいだろうな、スーパーウィザーとアップデートが来てから3日後ぐらいに、あ、これもしかしたらいいかもって思ってずっと使ってるんですよ。なんだっけ、レジェンドで。で、まあ、かれこれだから、どれくらい、今4日目ぐらいかな、使い続けて4日目ぐらいなんですけど、まあ、それをね、ちょっと、ごめん、撮影中に普通にアカウント切り替えたけど、こういう時いいよね、スーパー、スパセル ID か。で、メールアドレスが映んないから。まあ、それをちょっと見ていきましょうか。うまくいった方から1個いきますかね。で、もう1個失敗したのを見ていきましょう。で、こういう風にやっぱね、タウンホールが真ん中にあっちゃうと、さっきのミダゴグさんのアタックみたいに、タウンホール周りをスパビズで壊すってことができないんですよね。できないので、今回どこに使ったかっていうと、ここです。ここ。まあ、後から考えれば、ここがここに使ったらよかったなって思いましたけど、まあさっきも言ったように僕30分でそんなね、完璧なプラン練れるほどの、なんていうの、瞬発力、持ってないし、結構レジェンド、ダラダラ攻めてるところがあったりもするんで、まあ、なおさらですね。こんな感じ。でも、それでもさ、結構いい感じに削れてると思わない？これ。ね。まあまあ、それなりの仕事はしてると思うんですよ、スーパーウィザード。で、まあ、ここから後の展開もちょっとぜひ見てほしいんですけど、まあ、そんなに、ね、大きく外してないと思うの。僕自分で言うのもなんだけど。なんですけど、もうね、やっぱ前回の最後ギリギリ。マジギリギリ前回なんですよね。ロイヤルチャンピオンでシングルインフェルノを壊していきます。ここね、キング、クイーン使うかないしはドラゴン、バルーンとかでやっちゃうかすごい迷ったんだけど、まあ、ロイちゃんにしときました。で、こうすることによって、しっかり L 字型をこんな感じで、まあ、作るイメージですよね。作って、
まあ、ドラゴンの、走るルートはここを、ドラゴンたちをこう走らせていく。で、キングクイーンを上から出していくっていう感じですね。こんな風に夫婦でぐーっとねお散歩させていくっていう、まあ、感じで、見ていくんですけども、やっぱりね、思うようにそのめちゃくちゃ伺うっていうわけではない。まあ、ヒールの呪文を持っていかなかったのもちょっとね、今回あの編成上あまり良くないっていうのはあるのかもしれないですけどね。ドラゴンがばらけるタイミングでトームをかけて、でトームプラス、ポイズン、フリーズ使って防衛ングのタウンホールを確実に壊していきます。で、外周側に流れた、バルーンと、ドラゴンがいますね。これキングのフィストが遅すぎたっていうのがまあちょっと問題で、中央にいたドラゴンたちタウンホールケアにちょっと集中しすぎちゃっていて、腰のキングのフィストと、その進行を早めるっていうそのバランス見てませんでしたね。まあ多分それも要因としてあったと思うんですけども、だいぶこれ苦戦してギリギリの全開になっていきます。まあでもさ、そんなに大きくミスってないと思うんですよ。このアタックって。やるべきことは確実にできているし、問題という問題はそんなに大きくなかったと思うんだけど、まあそれでもやっぱね、最後、終わりに来る頃にはもう本当に瀕死状態なのね。ちょっと見てほしいんですけどね、これ。やっぱほら、ドラゴンまたやられたでしょ。で、アシャクイもここでシングルにたげられて、まあもうちょっと我慢してもよかったんだけど、まあクローク使っちゃいいと思って使っちゃいました。うん。で、シングル折って、ドラゴン1体を縦にしながら、もうアーチャークイーンは本当に、ね、虫の息状態になっちゃってるのね。で、ドラゴンが幸いにもこれ、アーチャー島のタゲ取ってくれたからラッキーと思って、そのまんまアーチャークイーンで仕留めたんだけど。まあ、こんなもう結構、いつ、なんだ、全ユニット起こってもおかしくないぐらいの、体力ですよね。で、かつ、こういう村が来ちゃったらね、僕レベルだと本当お手上げで、どれだろうっけ、これか。違う、間違えた。間違えた。まあ、これも村も結構嫌だったけど、こういう村、こういう村が来たら結構お手上げなんですね。うん、こんな感じの村。やっぱタウンホールに、さっき言ったように突撃艦スパビズを当てていくっていうのが非常に美味しいと思うんですよ。でも、その周りにあんまりいい防衛がないし、このエアスイーパー2機を相手にしてまでタウンホールに当てていくっていうのは、得策じゃないかなと。なんで、こっちを狙っていったんですね。施設が密集してないと、スパビズのチェーンが入んないんで、そこを狙っていったんですけど、まあ、やっぱりですね、こういう風に、スパビズパートで、莫大なアドバンテージが取れる配置だったら、使っていってもいいと思うんですけど、そうでない配置に無理してこれをね、使っていって、のプランを考えるっていうのは、まあ、多分あんまり美味しくないですね。こういう風に分散しまくってんだったら、むしろ食い火とか使った方が良かったかなというふうにちょっと個人的には思ったり、しているところです。で、やっぱりですね、タウンホール12やってる方とか11やってる方っていうのは、このスーパービーザーとの火力に対して、施設の、HP がめちゃくちゃ低いので、ぜひですね、使ってみてもらうっていうのはありだと思います。かなり伸びると思うんですね。スーパービーザードパートが。伸びまくるのでいいんですけど、タウンホール13のこういうカンスト級になってきちゃうと、相手の防衛の体力も結構高いじゃないですか。なんで、思ったほど伸びてくんない、まあ、思ったほど伸びてくれるんですけど、タウンホール12、13ほど簡単に伸びてくれはしないんですよね。なので、その、壊したい、その、落とした区画に、大量に、美味しい施設があるんだったらいいんだけど、まあ、そうでない場合っていうのは、まあ、無理して、このスパビズインビジを使って、攻めのプランを考えるよりは、僕は今まで使ってた戦術っていうのを大事にしてもらってもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、例えば、イエティやってたしなら、イエティやってもらったらいいと思うし、ネクロだったらネクロ、あとはまあラバルだったらラバル、あとクイヒーリガホだってね、インビジの呪文が出たことによって、まあ、クロスボウとかがだいぶ強化されてしまって、難しくなっているように、やっぱり思うんですけども、まあ、それでも、まあ、インビジの呪文を使うことによってね、そのアーチャークイーンに対するターゲットっていうのは外せるので、まあ、可能性は少し広がってますよね。まあ、っていうような感じで、まあ、これまで使っている戦術っていうのをやっぱり大事にしてもらいながら、タウンホール周りに、スパビズが当てられて、かつ、じゃあタウンホールにスパビズが当てられて、かつタウンホール周りに美味しい防衛があるような村、まあ、そういうのが出てきた場合っていうのは、この攻め方っていうのが、まあ、結構刺さるのかなっていうふうに思います。
で逆に本当に世界のトッププレイヤーの方々が使うと多分どんな村にも結構察しやすい万能性のある攻めになるんですけども、慣れてた戦術以外なかなかまた使いこなせませんよっていうね、まあ、僕レベルのプレイヤーの場合にはこの戦術にのめり込みすぎてなんでこれでできないんだろう、なんでできないんだろうっていう風にのめり込んでいってしまうと逆にドスボにはまって自分の攻めを見失っちゃうっていう、ね、ことになりかねないので、まあ、ちょっとそこら辺っていうのはちょっと注意してもらった方がいいのかなっていうところですね。なのでやっぱり、万能性があるっていうのは、いろんなね、YouTuber の方のアタック見ていても、まあ、その通りだと思うんですけども、あくまでそれはレベルがめっちゃ高い人だったらその万能性を引き出せるんですが、私レベルの少なくとも凡人プレイヤーは、これまでね、馴染んできた、戦術のも大事にしながら、まあ、まあ、特にクラン対戦とかの場合にもじっくり考えれるんで、どの戦術がこの村には刺さるのかな、だったり、自分の得意戦術はこれだと。これなので、その攻め方っていうのが一番刺さる配置はどれだろうなっていうので、やっぱりまず見てもらいながら、一番ね、自分に対して、その、攻めやすそうな、ところを攻めやすい戦術で攻めていくっていうことがやっぱりね、なんだ、結果を出すにはいいのかなというところですね。で、まあ、その上で、いや、攻める手が見つからないわってなった時に、使ったことないけど、ちょっとこの戦術強いから、それで、その視点で村見てみようかなとか、まあ、あとは、オプションの一つとして、この戦術をね、まあ、セカンドとして練習してみようとか、そういうことは全然ありだと思います。ありだと思いますけどもね。やっぱり、もうすべてをこれに切り替えようというふうに、のめり込みすぎない方が、まあ、僕はいいかなと思うというところですね。ぜひ、刺さる村、ポイントは、タウンホール12以下のある程度施設が密集している村、これはめっちゃ多分これ刺さります。あと、タウンホール13で、タウンホールに、突撃艦スーパービザーとか落とせて、かつその周りに、インフェルノとか対空とか投石とか、まあ、そういう美味しい施設がある場合、これはもうまとめてスーパービザーで壊せるのでこれも刺さります。でもそれ以外の場合っていうので、無理にやるのはおすすめしない。まあ、それをね本日、お伝えしたくて動画にしたというところですね。はい。ちょっとね、僕自身自分の攻めを見失いかけてるんで、まあそういう風に皆さんになってほしくないというのもあってですね、ちょっと、気づいたことを共有させていただきました。皆さんが期待するね、前回これでいきますよっていう動画じゃなかったんですけども、まあそういうのもたまにはいいかなと思って、もし、ああ、なるほどね、まあ参考になったわということであれば、グッドボタン、チャンネル登録もね、してもらえるとすごく喜びます。また、これからもですね、タウンホール13、12、11と幅広いタウンホール帯、動画上げていきますので、ぜひぜひですね、ご視聴いただけたら大変嬉しいなというふうに思っております。というところで、本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。